ありがとうございます。スコール、今日のスコールはわりかしそのなんか降り雨の降りが穏やかなスコールだった気が、うん、そうそう穏やかにしています、ね、なかなかこれまたよくねこの曲やってもらうんですけど、うん、別のバンドとかでも、うんうん、それぞれねこうカラーが違って楽しい曲ですね。 その日によってね、うん、オリジナルって変わっていくから面白いんですよね。ね、本当久しぶりにやったけどいい曲だなと思いながら弾いてました。なんか最後に向かってこう開放感がすごいあってファーって、いやいいですね。オリジナルを書いてやってもらうっていうのがねなんかこう楽しいですよね、うん、楽しいのでいっぱい書いてください、うん、そう何気にいっぱい持ってるんですけど ね、あお山梨からも見ていただいてるっていう、なんとありがとうございます。エイジさん、うんうんうん、ありがとうございます。すごいスコール大好きですってね。スコール素敵、ありがとうございます。ヒュー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 。そしたらじゃあこれ止まっちゃった。でもあかねちゃんのオリジナルは、うん、もうちょっと後に撮っとこうかな。じゃあ体力温存して、うん、じゃあちょっとじゃあどうしようかな、うん、どうしようかな、落ち着くかうん、ガーンっていくか、あと何あチャチャチャダンスオンとかいこうか、やりましょうか、ちょうどいい感じ、うん、ラテンのこれもスタンダードスタンダードですね、と言ってもいい曲だよね、うん、もういろんな方がやってる、うん、明日父の日で、うん、そうだそうだそうだ、そうなんです。それに合わせてではありません、ね、ちょうどいいかなと思って持ってきました、うん、ダンスオンっていうキューバのリズムかな、これはまあ、キューバの音楽っていろいろ種類があるんですけれども、キューバに渡ったスペイン人のやってた、まあ、ヨーロッパのクラシック音楽ですよね。クラシック音楽とキューバにもともといた人とか、あと奴隷で来た黒人のリズムが合わさったリズムがありまして、それダンソンというリズムがあるんですけれども、そのダンソンというリズムと、あとチャチャチャっていうね、これも聞いたことがあるリズムかと思うんですけれども、このダンソンとチャチャチャのリズムを使った曲で、ダンソン・フォー・マイ・ファザー、はい、父の日ということで、父に向けたダンソンというね、うん、曲ですね、ぴったりじゃないですか、はい、お聴きいただければと思います、はい。